ジェルのガチバトルパンチンワン、松村香織がデブラエンジェルに殴り込み、敗者はデブラエンジェル交代の危機スペシャル。イエーイ。怖い怖い怖い。はい、香織こと松村香織です。はい、ミナルンレッドこと大場ミナです。はい、タニパープルこと谷まりかです。はい、そしてスケロクです。イエーイ。はい、最近ね、こうゼブラの活躍がちょっと思わしくないんじゃないかなと個人的に思いましてですね、はいはい、あの私松村香織がバトルを提案いたしました。前回ね、こうミナルンバーサスタニで戦っていただき、まさかのね、大当たり、大当たりが続きまして、はい、タニが負けました。負けちゃいました。そうなので、敗者のタニと一緒にですね、私が今回戦って、勝った方がゼブラエンジェルになれるというタニ入れ替えバトルになっております。タニの背中には他のメンバーが全員乗ってるよ。なんでプレッシャーかけるの。いやでもね、やっぱり、ね、これはね、やっぱゼブラエンジェルとしてやっぱ勝ちに行きたいので、いやもう負けたらダメだなって思いますね。いやでもね、あの台第一本で頑張るんでしょ、あの例の台で。本当にずるいからマジで。いやいや、私はもうあくまでもミナの台をすぐキープしただけですよ。あー、助けて。違いますよ、横取りされたレベル。そんなことないですよ。まだまだ打てるのに。そんなことない、そんなことない。どけどけ。そう、乱闘でした。そんなことしてないです。本当にすごい空いたから、あ、じゃあここ使いますね、お願いします。ふざけんなよ。なんでなんで、映像はもう前回放送されてんだよ。証拠があるからね。負けたくない。そうだよ。頑張ろう。はい、パチンコスロット1007台、新台いっぱい大気豊橋富士山店さんで実践開始。私たちゼブラエンジェルがご褒美をかけて戦うガチ実践番組パチバンは YouTube 協力チャンネルにて毎月第1、第3木曜日絶賛放送中です。今すぐチャンネル登録してね。始まりました。ということで、私は絶対に勝ってみせます。ということでね、まずは推しメンを選びたいと思います。誰にしようかな。じゃあちょっと大好きな松井玲奈さんのお力を借りたいと思います。推しメンだ。ドイーン。ありがとう。こちらこそ。え、もう本当に私、本当10年ぶりに触るパチンコ台、大丈夫かな。まあ、カオタンが本当にパチンコにおいてどんな存在なのか、この回で完全に田舎行った時のヤンキーの体勢と打ち方でしょ。マジでジャージで本当に変わってる。そうですよ、ただのヤンキー。なかなかこんな体勢で打つアイドルいないですよね。もうね、そのやばいよ。それは柄が悪い。え、本当にアイドルですか、カオリ。大丈夫ですか。ちょっとあの SKE48 松村香織ってだけ書かないでください。ただの松村香織って書いてください、本当に今日。おっ、ちょっとチャンス、最初のチャンスこっちかな。でもちょっとちょっと、なんかもうなんかめちゃめちゃ真剣なんだけど、松村さんも目とか、あのアイドル的な笑いが全然ない。緑か。いや、緑ダメじゃないですか、もう。さようなら。カオタンの推し面はコジハルなんだ。あ、でもセリフ自体で連続3回行ったんで、これもちょっとあるぞ。やばい、このボタン連打してる人初めて見た。こんなに何も出てないのにずっと押してる人初めて見た。いや、気持ちを込めないと、やっぱこもってないよ、こんな格好で。込めてる、込めてる。向き合う姿勢がやばいよ、もう。勝つためには何でもやる。やめて。ボタンに当たらないでください。ちょっともう、こなれてるから、あのね、なんだろう、もうパチンコに慣れてるよ。もうただのやばいやつじゃん、これ。なんで、そんなことない、そんなことない。もう
10年前思い出してるじゃん。外れて切れて腕組んでって。切れてないからまだ怒ってないよ全然。全然ダメだねマジで。いやでもね、せっかくこれだけ長くやってきてやっぱ勝ってほしいんですよ。そうです、勝ちたいですよ。勝たなきゃやっぱ、うん、ゼブラエンジェルの何、そうまだねそんな覚え切ってないのに今ここで卒業したらね。そうですよ、マジでもう呼ばれてないのに来ますよそれが。それはやめて。スケちゃんは前回谷が打ってた台で趣味打ちしてるよ。これね、はい、取ってないから熱い。赤だ。なぜなら、はい、発展もしたし、これ11ってサッシの力なんですよ。ああちょっと弱いかでも。最初に当たっちゃう、空気読まないで。座った誰だろうこの台最初に座ったの。嘘だよ、嘘、そんなことってある？谷が頑張って打ってたから。僕が勝ってゼブラエンジェル入るとかいう話出てるんだけど、誰一人ファンつかないよ。全力で勝って本当に全力で。そうですね、スケタンブラック自分も見たくないから。見たい人いっぱいいると思いますよ。見たい人いても1回見ればいいから、もう5回見たくないでしょ。5回見ちゃダメだよ。いやその恥ずかしがる姿も見たいですね。通常ね、通常サッシの力なのに、松村さん、僕今までいろんな女性とあの番組共演してきましたけど、はいはい、一番姿勢が悪いです。今まで共演したどの女性よりもヤンキー感出てた。アイドルだったのに。レッドもそうだしブルーもそうだけど柄悪いじゃないですか。その私たちでもすごいなって思うから、本当普段を多めに見て本当。前半出過ぎたのかな。前回ミナルンがレインボーホリュー2回も出たからな。まあ、でもこの台を奪い取ったのはあなたですから。この台を選んだのはあなたです。いやでもちょっとなんか後悔してきたよ。いやもうそれは本当に文句言われましても。前半の結果を見てあなたが選んだ台ですか。いやそうだよ、そうだけど、もう緑だもん、うんこやん。どんなアイドルだよ。もうダメダメ、緑うんこ。わかんない、いきなり変わるかもしれんよこの人が、ファンの人が。あ、レベルアップ。もうやだ、緑はうんこ。笑ってるよ。頑張れ。これはあるよ、これ絶対当たってもおかしくない。いや頑張って小島さん、倒そう、倒しましょう。おお、何あの態度悪く叩いてるが裏技成功して当たりました。裏技今レインボー、え、何？今たまたま裏技成功出してレインボーになった。すごいな。当たった当たった。やった。嘘。何裏技って何？じゃんけんポンのタイミングでポンってタイミングよく押すと当たってる場合ここがレインボーになるの。あ、すごいじゃん。すごいな。こんなに態度悪いことか？プラスに働く。信じられない。しかもこれダッシュ入ります。やばいやばい。谷頑張りなさい。じゃあ頑張る谷。
進行演曲煽り予告、リーチになれば大チャンスだぞ。リーチになった、パチンコの神様いるのかも。あ、あれちょっと待って、あれ誰が来た、ラズポテト相当期待度の高いやつ。あれカットイン弱くない、これ、これ本当に期待できるリーチだから、頼むよ頼むよ頼むよ、エンジェルの神様。あああ、出た、うわ、なになに、外した、え、外したの、すいません、僕は当たります。ちょっと前回何が
意味ないよ。超絶かっこいい。サッシーサッシー、あーまあまあ赤ならいいや。大丈夫、もらった。ハリさんごめんなさい。ちょっと入ってない、僕当たってごめんなさい。どういうことですか。いやいい台座れたな。ミュージックラッシュにも入っちゃう。いかない、なんでだよ。なんで入んないんだよ。2回連続。ダメだ。私出てきてほしい。かい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 。もう一回いくぞ。コアミオレンジだ。わかりやすい。卒業生のメンバーに全く反応しない松村香里。そう、コアミ。え？元ゼブラだから。あれ？そうなの？そう、いやもう興味ないです。やば、知らなかった。かい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 。すごい。今ラッシュ結構お間違いしてるんですか。おー、来い来い、バラの儀式、来い来い。タニさん、タニさんにタニ、タニね、やばい、何も出てない。あの人やばいよ、やばいよ、あの人やばいよ、やばいよ。おごってもらった。私がいっぱいジュースを飲んで玉を減らすしかもう方法がない。ダメだよ、ふざけんなよ。もう私がジュースをたくさん飲むか。やめて、あなたを助けられない。何倍の時だ。仲間を助ける方法がそれしかない。なんでこのオカルトの集団。お願いします。もうやばいよ、無限に行ってる。あの人入った、あ、入ってないや、ダメだ。まだ分からない。あ、またちょっと弱い。青だ。もらって。カットインで赤なら。あ、緑。まあちょっとチャンス。あ、あと赤赤。熱い熱い。あ、ダメだ。ダメか。終わった。うわ。なんで？なんでなんでなんで？ダメと見せかけての復活終わったり。すごいな。すごい。やばいよ。やば、すごいですね。本当はこれ 50% しかないんですよ。あ、じゃあ2分の1の確率。相当すごい。そうなんだ。相当すごい。わあ、嬉しい。何ですか、今日の3人は画面を撫でる癖があるんですか。3人ともさっきなんか撫でてたけど、撫でたら入るのかな。撫でたら入んだ。でも終了のピンチだぞ。次は何？ちょっと弱い。あ、ジャックポットで当たった。すごい、堀江で当たった。スケちゃん何やってんだよ。なんでなんで何？あのジャックポットあたり激レア。おお、3だった。あれ、ちょっと待って。おお、やったー。ラッシュ継続。いやー、お互い、やいや、2人かけ。あれあ、うわー、やばくない。いや、おかしい、おかしい、もう。スケちゃんタイミング悪いよ。お、いや、これありますよ。あら、
た？ちょっとチャンス、ちょっとチャンス。あ、来た。ダッシュワンセットで終了？怖いな。いや、これが普通ですからね。これが普通ですからね。あの松村さんがおかしいですからね。これ普通。松村香織ってこんなジャージ着てこうやって番組に参加するじゃないですか。ありえないじゃないですか。でもあのかの有名な AKB 総選挙で18位なんですよ。私と谷より断然上なんですよ。でもね、あのファンの方にね、感謝祭っていうライブがあって、ファンの方にありがとうございました総選挙っていうライブがあったんですけど、推し席って言って自分たちのファンをこうもうワンブロックで固められる、そういうブロックがあって、でまあ大体10位が上の人たちは本当500人とか、17位がもう500人ぐらいの人を集めてて、で2番目にすごい人だから18位のカオタンの席見たら90人もうあの私たち全員自分のファンがどこにいるかなっていう地図をもらったんですよ。したら私のところは200人ぐらいいたんです。カオタン私より全然、私26位で18位ね、90人だよ。どこの子、50位の子でも100人はいた、100人以上いたのファンだから、すごい少数精鋭に応援されてる超強いアイドル。本当にそう、少数精鋭マジで。でもすごくないマジでって思った、そんぐらいすごい人お、来た、ボーナス。いや、またや。大ピンチ、今回もしのげるか。ゲーセンで見るボタンベンダー、やだー。あのこの台変わったおじさん責任感じる。申し訳ないですよまあまあまあ仕方ない、俺が変わったからかなみたいな。編集でどうにかなるでしょう。どうにもなんねーよ。なんだよ。編集でうまくどうにかなるでしょ。なんだよ。バランを外したところだけ。ああ確かに。これだからもうそこだけですよ。あ、入れた。ああ入れた。よかった。いやいや、また終了のピンチだよ。そう、すごい。こんななんないですよ。やったー、やばい、やばいな、これこれゼブラエンジェル全員で倒しに行かないと無理だ、この人2人じゃ無理だ。祭り大祭りやばいですね。いやすごいわこれ。ものすごい出すとここがレインボーに変わるんですよ。あ、そうなんですね。 ものすごい出した人しか見れない、この勝者の証。やった、レインボーすごい。いや、久々に見た、ここレインボーになるの。すごい。ほら、見てください、僕の色は確かに真っ白。お、入った。お、頑張ろう。松村さん、すごいことが分かりました。なんで、なんと今まで長く続いているパチバンの最高出玉記録塗り替えました。イエーイ、やったー。ちょっともう入れてくださいよ、ゼブラ。緑の通りならまあまあチャンスですよ。お願い。あ、ついに終わった。いやー、でも十分終わった。すごい。まあでも台を奏でたらいいんですかね。終わった。終わ
り。いやでも素晴らしい。終わったよ。終わりでした。何元気かな。あまりに一方的すぎて勝負になりません。それでは結果を発表します。この時が来た。拍手。いやはい、ということで私松村香里投資額が8500円、そして出玉がなんと18338玉。ということでトータルプラス16213玉です。すごい。プラスなんと歴代最高記録。過去のゼブラエンジェルを抜いたんですか。ゼブラエンジェルも抜いたし、こんだけやってきてる我々ライターもあっさり抜けました。ライターさんも。あ、もうね、歴代です、歴代本当に。やったー。え、なに、男子組んだ。誰、何者。本当仕組んだでしょ。何も仕組んでないですよ。ちょっと磁石使ってないよ。何もしてない、何もしてない、何もしてないよ。何もないから。何やった。本当にすごかった。タニの投資金額はなんと2万円。おー、2万円ですからね。からの、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 マジですごいですよ、皆さん。出玉はなんと、おお、0玉です。なんで貯めたんだよ。赤字じゃん今日。いや、やばいんだってマジで、ね、スタッフさんの顔がマジ怖くて見れないもん。そう、もうちょっと潤んでるもん。そうすげえ。やっぱ松村先生は本当にすごいなって思いました。本当冒頭であのジャージ女とか言って本当にすみませんね。いやもう本当に私は松村先生に一生ついていくなって思いました。え、何抜けるの。え、松村先生についていくの。はい。ダメだよそんな弱気じゃ。いやだってすごいじゃないですか。すごいよ。すごいけどマジで。待って、まだ1回ですよ、こいつ来たの。勢いじゃん。ちょっとこいつって言わないでください。記憶にも記録にも残るカオタン大勝利。谷パープルさようなら。いやでもね、これはねもう勝負ですから。そうですね。はい、まあ、でもなんかまあいろいろね考えたんですけど、まあ、私はゼブラのメンバーっていうよりは、うん、あのゼブラメンバーのさらに上に立ってですね、うん、あのみんなのことをこう動かしていきたいなと思うんですよ。ほう。そうだからなんか今日はマキコ行こうかなみたいな。え、そういう感じで、あ、今日私行きますみたいな、もう権限、人事権を握りたいなという、プロデュースしたいなみたいな、ゼブラを。まあ、でも今日の出玉見たら何も言えないですよ。はい、そう。いやでもちょっとあのね、じゃあこっちからもじゃあ提示しよう。何何何全員と戦って。あー、今回だって私たちは代表でまあ戦いましたけど、あと何匹いんの。何匹って何何人だよ。せめて何人っていいよ。動物じゃねえんだよ。何あとダースオレンジ、うん、とマキブルー、ラングリー、マキブルーと4匹、サトカホ、サトカホピンク4匹か。でもしかしたらあの新メンバーが黄色が今不在なんで、あれはそこ空いてんじゃん。じゃあちょっとそこは違います。え、なんで違う枠が。残念ながらもうちょっと用意してるんで違う枠が。え、じゃあ5匹。5匹5匹じゃないです。まあそうです、松村さんからしたら5匹相手がいるので。なるほど。まあでも ね私のように本当に運営には上がいるので、ぜひ本当に戦ってもらいたいと思います。上しかいないんじゃない。上しかいない。いやいやいや、そうです。サトカホは基本的に負けてませんから。あ、そうだ、うちの大事なサトカホエースです。はい、ね、また来たいと思いますので、す、皆さんよろしくお願いします。ということでですね、これからご褒美&視聴者プレゼントを探しに行きたいと思います。イエーイ。神の自腹カオタンご褒美選び。はい、ということでですね。ということで、はい、私が勝ちましたので、はい、うん、今回は、うん、エシラデザインさんにやってきました。おお、何がいいんだろう。なんかすごいですね。すごいおしゃれだよね。本当におしゃれ。そう、松村先生、はい、本当もう何でも。どうしたお前、ペコ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 。いやもうそりゃもう松村先生も勝ちましたから、谷に。だからやっぱり松村先生にはやっぱりいいものを買ってもらいたいなって。お前が買うカードで。あー、かわいい。もっちゃん、何これいいんじゃない。ご予定はないでしょうけど。まだ将来のために。まだ子供まだなんだけど。ベイビー、まあベイビーではいたらね、自分でもいいし。よくこぼすんですよ、うん、ご飯。ほんと口からポロッ。ベビーちゃんいたらまあいいだろうね、これとかね。かわいい、かわいい。これで
も悩むね。何がいいんだろう。いや、ここはスカオタンちって物いっぱいあるもんね。そんな玄関開けたら物バーってね。カオタンちもいつか何か必要だったら言ってください。動画あるんで。あります。かわいい。だけいいな、ナチュラルでかわいい。え、これ持ってんの違うでしょ。え、売ってんじゃないの。売ってないの。売ってるんですか。売ってますか。ます。あ、そうなんだ。かわいい。確かに。ねえ、どうしよう。逆に選べない、私やっぱこういうところ。じゃあ選んであげようか。嫌だ。早っ。え、何？え、洗濯の洗剤のケース。あ、かわいい。かわいいよね。これは絶対いる。複数買いです。え、どこ行ってもその感覚です。なんで人におごってもらえるって時だけすごい。そうだよ、ただより安いものないんだもん。だって、あ、恐ろしいな。本当にあの人恐ろしいよ。後ろになんかヒョウみたいなのいるもん。背中にヒョウを背負っても彼氏や旦那といつか住むってなったらどれ買っとく。これ。え、なんで。なんか使うラーメン鍋。だってラーメン食べる日あるじゃん。じゃあなんかお茶碗とかはまた別だなってなんかピンとこないから、うん、だったらこれだなって。サラダとかも入れれそうだね。え、でもなんか、うん、2つ使って、じゃあこっち自分の、こっちじゃあ未来の人のとか。あ、なるほど。うちだって別になんかさ何でも使えるし、電子レンジもオーブンも直火も使えるから。そっか、だったらいいかな。確かにそうやって言われたらって思ってきちゃった。これは木の時計で書いてあげる、うん、あ、かわいい。これだったらよくない。おお、いい。これでいいんじゃん。うん、はい、キッチンマット、どっちか、どっちがいいかな。無難こっちじゃない。あ、これおっと、決まったぞ。おっと、決定決定決定。やっぴー、プレゼント決定しました。イエーイ。肝心なプレゼントはこちらです。ドーン、はい、天然木の時計です。時計、ここにね、私たちのサインを入れて。そうですよ、はい、メッセージとか入れて、うん、はい、いいですね。おしゃれ。起きた時にね、毎日のそばに置いといてくれたら嬉しいでございます。ぜひ皆さん応募してください。応募してください。はい、はい、というわけで最後に視聴者さんのご褒美キーワードを発表します、うん、キーワードは、うん、13回連続大当たりです。おお、素敵。皆さん一文字一句間違えずに応募してくださいね。待ってます。キヨラックチャンネル内のコメント欄に寄せられた視聴者様の皆様からのお便りをご紹介しちゃいます。はい、ということで今回はこの方です。渡瀬さんからのお便りです。ゼブラエンジェルメンバーになって自分のカラーが決まり、うん、日常生活でも無意識にその色を選んだりするようになりましたかということで。あ、どうですか。私あるよ。でも赤とかやっぱスカートとか入るなと思うし、いいよね。赤ってさ真ん中じゃん。おう、嬉しいよね。あ、戦隊ものとかでもね。だってさ、やっぱさ、ホールにさお邪魔するとさ、大体さポスター、いや本当にね、ポスター事件っていうのがあって、このマキコさんとタニーとミナーズネットだったんですけど、あのやっぱポスターがね店内に飾られるわけですよ。そう、今日もあったじゃん。そう、あった、3人でね。3人だって、普通にみんな3人今日は大きさ一緒だった。大きさ一緒だったよ。あのね、この前行ったところはあのミナちゃんがでかくバーンってあの顔があって、その横に斜め下に私がこれぐらいのサイズで、中ぐらいがマキコさんがこれぐらい言ったらこれはもうそこの店内の広報担当の趣味だよ。絶対違うの。でも多分違うの。うん、なんかまあパチンコのルール的にも赤が一番いいねっていうのもあるし、とかあとリーダーってついてるの私。ああ、それなのかな。一応ついてたの、なんか名前に。あれ、マキコって青？青。あ、じゃあ仕方ないのかな。ちょっと。思いたいってマキコも言ってた。その趣味だったら本当に嫌だって。でも彼女すごくへこんでた。ちょっとね、それは結構なんか悲しいね。一番の先輩ですからね、ゼブラエンジェルで。まあ確かに初代からね。先輩が一番小さいことありますか、本当に。
そんなことがあったんだ。そうなの。サニーは紫はどうなんですか。あ、紫でもね、はい、ネックレスとかするようになった。紫のしてるっけ見たことないよ。家にある、家にある。使ってないですよ。休日とかにしてる本当ね、みんながね、怪しい、見てない時にね、怪しいよ、つけて歩いたりしてるよ。あ、そうなんだ。そう、ネックレスだけ。ネックレスとか、うん、あ、靴下とかあとほら、ちょっと見えないね、ちょっと見えないところつけてます。足先とかですかね。そう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 です、はい。あとね、ちなみにちょっと気になったんですけど、予備でね、星キキララさんからレッド、はい、アイドルっぽくないな、はい、吉本芸人SKE 変わった子多いよねっていうのも来てますよ。ちなみにね、はい、ちょっと待って、何それ悪口。いや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 、悪口違いますよ、ちゃんとしたお便りでこれ来てるんですけど、コメント欄たまに私たちも読むんですけど、まあまあ厳しいご意見が8割ずっとボロだよね結構あって、 その中にね、密かにコメントが隠れてるの、うん、はいはいはい、絶対間違えてピックアップしちゃったよね。ピックアップ間違えます。これただ の感想だよ、厳しい感想だよ。そうだよさらされた。そんなことないな。まあ、でもゼブラエンジェルは特に SKE でも変わった子たちが入ってますし、はい、そんな王道のやつらが打つわけないやん。そう、打つわけない。そうですよ、ニコニコ可愛いやつがパチンコ打ってくるわけないやん、ね、しかもな、なんかコメント欄でうるさい声でけえとか書いてるから喋らないと絵にならないんだよ。そうだよ、お前らずっと黙って打ってたらなんか言うだろって感じだよ。そうだよ、はい、って誰かが言ってました。はい、一応ピンクとかもいるんで。そう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 、里川ピンクって普通のもいるから。そう、可愛い子もいるので、はい、ぜひ見てください、はい、皆様、はい、たくさんの投稿をありがとうございました。はい、毎回ご紹介するのでコメント欄に感想、質問、何でもいいのでじゃんじゃん投稿してください。嬉しい意見も待ってます。はい、待ってます。驚愕のパチンコパチスロアプリが24時間遊び放題、サプライズランド絶賛配信中の iPhone 版、